皆さんこんにちは。新潟県教育委員会です。これから本年度の教員採用選考検査についてお話しします。四季それぞれの美しさや表情の豊かさが新潟県の魅力です。自然豊かな新潟県で教員になる夢を叶えてみませんか？令和5年度新潟県公立学校教員採用選考検査は、第1次検査が7月3日、第2次検査が8月18日から21日にかけて行われます。電子申請による出願受付日時は、5月24日火曜の午後5時までとなっています。昨年度からの主な変更点は2点あります。大学院進学者名簿への搭載の再開と、スポーツ・芸術特別選考の休止です。詳細は実施要項で確認してください。出願できる種別はご覧の通りです。昨年度から中学校教諭と高等学校教諭は中高共通として一括して募集する教科があります。中学校教諭、高等学校教諭共通で採用する教科は、表の一番上に示しました。採用された場合、中学校、高等学校のいずれかに配置されます。ただし、音楽、美術については、令和5年度は中学校のみの配置予定です。中高共通の教科で採用された場合、採用後6年間は同一校種での勤務を原則とします。その後、本人の希望やそれぞれの校種における教員の充足、適材適所の観点等から、異動により中学校から高等学校に、また高等学校から中学校に配置されることもあります。また、中学技術は中学校のみの配置、高校、農業、工業、商業、水産、情報は高等学校のみの配置となります。出願の資格はとても大切です。スライドの3つの出願資格に当てはまっていることが必要です。教員免許状が令和5年3月31日までに取得できなかったときには、第二次検査に合格し、採用内定通知を交付されていても、採用が取り消しとなります。中高共通に出願する場合は、当該教科の中学校教諭、または高等学校教諭の普通免許状のいずれかが必要です。当該教科の中学校教諭普通免許状、または高等学校教諭普通免許状のどちらか一方のみを有して採用された場合、採用後2校目終了までにもう一方の免許状を取得することを原則とします。小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭の中高共通、中学には1、2、3の3つの出願形式があります。該当地域については実施要項を確認してください。なお、中高共通については中学校に配置される場合の形式となります。ただし、中高共通で採用され、中学校に配置された人が高等学校に移動する場合は、全県的な移動となります。これは、小学校教諭と中学校教諭、高等学校教諭の採用予定数です。出願形式1、2、3を合わせた小学校教諭の
採用予定数は245人程度。中学校教諭、高等学校教諭は177人程度の予定です。なお、中学校教諭、高等学校教諭の教科別の採用予定数は未定です。続いて、特別支援学校教諭、養護教諭、栄養教諭の採用予定数です。特別支援学校教諭は40人程度、養護教諭は35人程度、栄養教諭は4人程度です。なお、この3つの出願種別については、出願形式1、2、3を選択することはできません。これは第一次検査の免除項目です。要件に該当する人は申請することができますので、実施要項をよく読み、自分が該当するかどうかを確認してください。第一次検査の免許状に関する加点は、表の通りです。現に免許状を所有しておらず、今年度末に取得見込みのものも対象です。ただし、教員免許状の取得見込みで加点された人が第二次検査に合格しても、令和5年3月31日までに対象の教員免許状が取得できなかった場合には、内定および採用候補者名簿への搭載を取り消します。安易に加点を申請して後悔することのないようにしてください。こちらは資格に関する加点対象です。こちらは見込みではなく、現に所有取得していることが条件です。免許状に関する加点と資格に関する加点を合わせた加点の上限は20点です。こちらは常勤の臨時職員に関する加点です。前回の第二次検査の結果が A 判定であったことが前提になります。免許状や資格に関する加点の上限20点と、常勤の臨時職員に関する加点の上限10点を合わせて、加点全体の上限は30点となります。出願は電子申請のみ受け付けます。新潟県ホームページ教員採用総合サイトにアクセスして入力してください。出願に必要な提出書類は特定記録郵便で郵送する必要があります。締め切り日は電子申請と同じ5月24日で消印有効です。電子申請したから手続き完了ではありませんので気をつけてください。これは電子申請を行う際の入力フォームです。間違いがないように慎重に入力してください。なお、中高共通に出願する場合、1項目の配置希望講師を選択する項目で、中学校、高等学校、どちらでもよいのいずれかを選択してください。ただし、この希望は採用された場合の1項目の配置講師を決定する際の参考とするものであり、希望通りの講師に配置されることを確約するものではありません。電子申請後、出願者全員が郵送で提出するものはこの3つです。2の証明書は、令和4年4月1日以降に証明されたものを提出してください。例年、誤って卒業証書のコピーを提出する人がいますが、卒業証明書と卒業証書は別のものなのでご注意ください。3の所有するすべての教員免許状の写し、取得見込みのすべての
教員免許状の取得見込み証明書は、加点申請の有無に関係なく、全員が提出してください。なお、該当する人のみが提出するものについては、実施要項を確認してください。これは、検査の内容です。第一次検査では、全出願種別共通の筆頭検査1と、出願種別や教科等に関する筆頭検査2を行います。中学校教諭、高等学校教諭の一部の教科では、実技検査等も実施します。第二次検査では、個人面接1と2を行います。さて、新潟県はどのような教師像を求めているのでしょうか。最も大切なのは、子どもへの愛情です。子どもへの愛情がすべての教育活動の原動力です。新潟県では平成30年度から新潟県教育支援システムを運用しています。新潟県の教員だけが使うことができるウェブサイトで、指導案や教材、研修の資料などを共有したり、教員同士の情報交換をしたりすることができます。さらに、各学年、各教科の学習を支援するための動画を2300本以上作成し、教材研究や授業場面で活用したり、児童生徒が家庭学習に使ったりしています。新潟県教育支援システムと合わせて、教員の授業づくりをサポートしています。ここで先輩教員からのメッセージ動画をご覧ください。新潟県の学校に勤めてよかったと思うことは、人の優しさを感じる場面がたくさんあることです。わからないことを気軽に質問できたり、たわいもない会話でリラックスできたりする職場の環境はとてもありがたく働きやすいです。若手の私の意見も大切にしてくれます。保護者や地域の皆さんも子どもたちのためにたくさん協力してくださっています。教員の仕事をしてやりがいを感じたときは、子どもたちや保護者の皆さんにありがとうと言ってもらったときです。子どもたちと変化の絶えない毎日を過ごす中で、一緒に喜んだり悩んだりしながら成長できることは、他の職業にはない魅力だと思います。受験者の皆さん、新潟県には素直で可愛い子どもたち、温かい職員や地域の人など、皆さんを受け入れてくれる人がたくさんいます。教員生活には大変なこともたくさんありますが、他の職業にはないたくさんの感動も待っています。一緒に頑張りましょう。新潟県で教員をする魅力を2つ紹介します。1つ目は地元への貢献を実感できることです。ある日、消防職員と関わる機会がありました。その中にかつての教え子がいて声をかけてくれました。私が関わった生徒が地元に残って活躍している姿に触れて、自分の仕事が地元の地域に貢献していることを感じ、嬉しく思いました。2つ目は縦のつながりです。採用され現場に入ると多くの職員と関わる機会があります。その中で生徒への接し方、授業の手法に加え、考え方など多くのことを学びました。また、先ほどの話にあるように、教え子との関わりから年月が経っても関係が残っていることに嬉しさを感じ、中学校からの成長を見ることができ、人の成長に携われる幸せを日々感じています。そして、この動画を見てくださっているあなた、新潟県の教員になりたいという気持ちを持っている方だと思います。多くの人との関わり合いから共に成長しましょう。
これら縦のつながりがあること、それこそが教員の魅力であると感じます。皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。多くの皆さんから新潟県の教員となってもらい、私たちと一緒に新潟の未来を切り開く人材を育てましょう。ご清聴ありがとうございました。